湯又温泉は、長野県大町市平ら湯又の高瀬渓谷にある温泉。山小屋の青卵層がある。また、現在は閉鎖されているが、青卵層の対岸、高瀬ダムからの登山道沿いには、湯又山層がある。湯又とは、高瀬ダムの上流、ダム湖の先の高瀬川沿いで、槍ヶ岳北釜尾根を水源とする水俣川と、伊王岳やわしば岳方面を水源とする湯又川の、 合流点である。北釜尾根や湯又川方面の唯一の登山基地としての役割とともに、高瀬ダムの水源管理の一翼をも担っている。湯又は、その名の通り、温泉が湧き出る場所であり、河原を掘れば露天風呂を作ることができ、噴油球の場所には、手作りの露天風呂があり、の湯を楽しめる。西卵層の立つ河原の台地の近くには、機械掘りされた。 露天風呂が備えられており、入湯可能である。青卵層には、内湯もあり。旅チャンネルの、のてんゆえ号の、第17回放送で、山田部、ニコが訪れた。青卵層から湯又川の上流方面に少し行くと、国の地質、鉱物天然記念物の、高瀬渓谷の噴流球と、球場石灰石を見ることもできる。1922年10月12日指定。夏季 正規の登山道は竹村新道のみ。湯又からは野口五郎竹方面に伸びる竹村新道もあり、槍ヶ竹北面の登山の要衝となっている。竹村新道は湯又からの登山道の中で唯一整備されて一般道として利用可能なルートである。ただし上部には崩落した枯れ場もあり、また急登ルートでもあるので十分に注意が必要である。湯股から 釣り橋を渡り、湯又川との合流点を、水俣川沿いの道を取って進めば、北鎌尾根に至るルートである。ただし、後日の伊藤新道と同様、かつては整備されていた上流の釣り橋は落ち、一般道であった面影は全く見られない。それは、千城沢と天竹沢の合流点であり、北鎌尾根の取り付きである千天出会いまでの工程の方が、 北釜尾根よりも難しいと形容されるほどである。伊藤新道は、かつて存在した、湯又から湯又川に沿って遡上し、三股山荘に至るルートである。伊藤正一により1956年開設された、途中、湯又川に架かる5つの吊り橋が設置されていた。当時は、三股小屋、雲の平山荘への補給路の役割を果たしていた。1983年以降は、 吊り橋などが崩壊して、沢登りの装備と経験が必要になっており、通常の登山道としては利用できない。上部の三つ股山荘から、湯子川への折口付近までは通行可能である。情報として第一、吊り橋跡上部砂岩の大崩壊地は巨大な岩が、崖上50メートル以上にわたって連なり、2009年段階では崩壊していなかったが2010年には崩壊し、 流れが変わったため従来通行できた箇所が濁流の中になってしまった。大和、渓谷 2010-8P50 では崩壊前の情報のため川の中を通過しているが現在は通過困難。したがってここの通過は高巻きしたいのでロープが欲しい。この場所の水流は激流の滝となっておりまた右岸は切り立ったが安壁でありこの崩壊地以外の通過は困難である。 リスクに対する覚悟と慎重な判断が必要なので一般登山者は近づくべきでない。品野大町駅からタクシーで七層ダム、七層ダムから特定タクシーで高瀬ダム、高瀬ダムから名無避難小屋まで徒歩1時間30分、名無避難小屋から湯又温泉生卵走まで徒歩1時間、高瀬ダムから距離は 10km、標高差は 150m。 セイランソウウェブサイト http コロンスラッシュスラッシュ sei ransou.com ありがとうございます。